ザイラー製、グランドピアノザイラーピアノホルテファブリック、GMBH は、ドイツバイエルン州、ウンターフランケン行政管区キッチン園に本部を持つ、グランドピアノ及びアップライトピアノ製造業者である。最初の工場は1849年に、エドアルトザイラーによって、シュレージエン州リーグニッツに開かれた。2008年以降、ザイラー社は、ミマス楽器によって買収され存続している。 ザイラー社は1849年にエドアルト・ザイラーによってニーダーシュレージエン州リーグニッツで創業された。1873年、エドアルト・ザイラーは蒸気駆動の工場を建設し、1874年には100名を超える労働者を雇用した。しばらくしてエドアルト・ザイラーは死去した。1879年、 兄弟のヨハネス・ザイラーがピアノ職人として修行し、1879年末に工場の技術管理を引き継いだ。会社はドイツ東部で最大のピアノ製造業者になった。第二次世界大戦の終わりにザイラー家と残っていた従業員は避難しなければならなかった。当面の間はコッペンハーゲンで生産が再開された。1961年、 ウンタンフランケン行政管区キッチン園に工場が再建された。会社は数多くの技術革新を行い特許を取得した。自身の表現によればザイラーは最も大きな製造の垂直的範囲を持つドイツのピアノメーカーである。1945年以降ポーランドに位置していたザイラーの元の工場は1988年までレグニートサー及び ベッティングブランドのピアノを製造していた。1963年、ブラウンシュバイクのピアノ製造業者ザイタービンケルマンがザイラーグループに加わった。高品質ピアノの全世界における売り上げの不振により、ザイラー社は2008年7月に破産を申し立てざるを得なかった。2008年11月、会社と残った従業員のほとんどが韓国の楽器メーカー。 ミマス楽器によって買収された。ズンナッシュージアンターネクマンインレグニートサーシエヘ、レグニカファブリカフォーテイピオンアイ、ピアニンインデアポルニションウィキペディア、東洋ピアノ製造、ザイラーピアノの特徴。2018年5月9日閲覧。パトリック・アイケンバーガー、ウスフルーク・ゲシュヒテ・アイネス・ピーパーのフォーテイブアーズ、うんとザインフェルトホイテ、セーテ、17。ありがとうございます。